レペゼンタイマーが世界一。クッシュー、皆さんこんにちは、ニジカドです。で今日はですね、先日 A 代表デビューした久保くんがですね、タイマーを使ってるんじゃないかというね、噂が流れてる件について真相を暴露していきたいなと思います。まだね、久保くんのプレーを見てない人はですね、早く見てほしいんですけど もうめちゃくちゃうまいじゃないですか。だからあまりにもうますぎるから、まあこの質なんかやばいドラッグでも使ってんじゃねえかと、タイマーでも吸ってんじゃねえかと思った人が多いのかなと思いました。そもそもなんですけども、彼がいたスペイン、バルセロナってタイマー合法なんですよ。でただですね、大人が合法って意味で子供は吸っちゃいけないんですけれども、まあ、家なんかでね、大人がそのタイマーを吸ってて、その副流煙が久保くんまで届いて、で久保くんがちょっとねアクシデントで吸っちゃうみたいな、吸っちゃったみたいなことはありえます。ただし、まあおそらくね吸ってないでしょう。真相はね正直わからないんですけれども、まあ、個人的にはまあ吸ってないんじゃないかなと思います。今回は以上です。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。